医師、医師、医師、1860年頃から1916年3月25日はアメリカ・カリフォルニア州に潜入していたヤヒ族インディアンの最後の一人である。医師は生涯の多くを西洋人社会から全く隔絶されて暮らした喫水の野生のインディアンの一人だった。ヨーロッパ人と接触する以前のヤヒ族人口は3000人弱で、 あったと推定され、カリフォルニア北部の丘陵地帯で3000から4000年前と変わらぬ原始的な生活を営んでいた。1860年頃からゴールドラッシュと共に押し寄せた開拓者たちの組織的な虐殺や強制移住によって、同地のインディアン部族が民族としての体を失い、南部におよそ400人を数えたヤヒ族も1865年以降たびたび大規模な、 虐殺に見舞われた。医師とその家族を含め十数人は生き延びたが、その後の数十年間の逃亡生活の中で医師の母や仲町は死んでいった。1911年8月29日、ラッセン三陸の丘陵地帯にあった先祖伝来の土地を離れ、50歳前後の衰弱しきった医師一人がサクラメント近郊のオロビルの土地区業者の囲いに迷い込んだ。医師は、 ヤヒ語で人を意味する。ヤヒ族社会では自分の名前をみだりに他人に告げることはなく、彼の本名は知られていない。彼は部族最後の生き残りであり、本当の名は彼と共に葬られた。この頃までに市民にとってインディアンは脅威ではなくなっており、医師は身の安全のために保安官に保護され、原始人の生き残りとして大きく報じられた。 その後カリフォールにアダイクサンフランシスコ校に引き取られ、同校の人類学博物館で1916年3月25日に、結核で亡くなるまで穏やかな余生を過ごした。ここで医師は人類学者アルフレッド・ウィル・クローバーとトマス・タルボット・ウォーターマンらによって詳しく調査され、遺物資料の同定や作成方法の再現など、野ヒ文化の再構築に協力た。また彼は、 ヤナゴの言語に関する情報も提供し、この成果は、以前から北部の方言を研究していたエドワード・サピアによって、記録、分析されている。なお、医師の遺体は、サンフランシスコ墓地に定調に埋葬されたが、1990年代に、シエラネバダ山脈に住むマイズ族が、インディアン遺物変換法令に基づき、この墓地に安置されている医師の遺体変換を申し立てた。しかし、 医師の遺体は強い抗議を無視して白人学者たちによって解剖され、彼の脳はワシントン DC にあるスミソニアン博物館の国立アメリカインディアン博物館の所蔵庫に移された。医師の反省はアルフレッド・クローバーの妻シオドーラ・クローバーの著作によって広く知られた。シオドーラはアルフレッドの残した記録をもとに面識のなかった医師の伝記を表し、 アルフレッドの死後の1961年に、医師北米最後の野生インディアンマイナス医師、インツーワールズを、また1964年には、少年少女向けに、医師マイナス2つの世界に生きたインディアンの物語、医師、ラストオブヒズトライブを発表した。これらを、テレビ映画のために脚色したのが、医師、ザラストオブヒズトライブで、NBC で1978年12月20日に、 放送された。また1992年にも、グラハム・グリーン主演のテレビ映画ザ、ラスト・オブ・ヒズ・トライブが制作されている。2003年に、アルフレッドの息子で、人類学者のクリフトン・クローバーとカール・クローバーは、医師に関する初めての学術書医師インスリー、センチャースをまとめた。これには、ジェラルド・バイズナーなどインディアン出身の作家が1970年代、 後半から発表していた評論も含まれる。医師の研究に関する最新の動向は、デューク大学の人類学者、オーリンターンによる2004年の著書医師、エスブレーン、インサーチオブアメリカズラストワイルドインディアンの中でも触れられている。医師の意外から採取された脳の行方を追い、彼が当時のアメリカ人や今日のインディアンたちに何を投げかけるのかを説いている。ジェラルド・バイズナーの活動により、 カリフォルニア大学バークレー校内には、医師コートが設けられている。医師の繁盛は賞を獲得したドキュメンタリー映画、医師、ザラストヤヒでも描かれている。カリフォルニア大学バークレー校のスティーブン・シャックリーによる最近の研究では、医師が実際には、ヤヒ族の血を半分しか受け継いでいなかった可能性が指摘されている。これは、医師の作ったジリの比較研究に基づくもので、 これによると医師は、ヤジジの作成技術を、ヤヒ族と隣接しながら、伝統的に敵対していた、ウィントゥン族のうちウィントゥ族あるいは、野村貴族出身の男性の親族から学んだ、可能性があるという。医師がこれらの部族の根欠であったと考えると、彼の示した現代社会に対する非凡な順能力を、生育環境、特に出生による、 文化的な規範の違いよるものとして説明できるかもしれない。これに関する議論はまだ尽くされておらず、また将来的に彼の追い立ちが明らかになる見込みはない。医師は同時代の他のインディアンと同様、弓矢に熟達していた。彼を診療し、大学内で最も近しい友人の一人であった。サクストン・ポープは特に医師が作った弓とや、 そしてその休日に関心を持った。医師はこれらの道具の作成法をポープに教え、1914年の夏には、ポープらを連れ立って、故郷の山々で狩りをした。医師の死後、ポープは教わった休日を、ハンティング・ウィズ・ザ・ボー・アンド・アローと題した本に、記し、これによって、近代のスポーツ、狩猟休日に足跡を残した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。